天神ビッグバンっていう、こう、まあ、大きな構想がありまして、もともとこういう銀行の本店とかがあったような地域だったんですけど、ちょっと容積率、都市の中でこうあまり大きいものが建てられないっていう制限があったので、まあ、そこまでこうオフィス街としてこう発達しなかったんですが、それがこう容積率が変わるっていうことで緩和されて、その第一弾の建物だったんですね。それで国際コンペが実際あって、そこでまあ我々が参加して、たまたま、まあ僕が福岡出身だから勝ったっていうわけではなくて、たまたま勝ったっていう経緯があって、そこでもう5年ぐらい続いてるものなんですけど、まあ第一弾ということで、そのまあこれからつながって、これから天神ビッグバンの建物が増えていくわけですけど、まあ、ここはあのアトリウムの前がこう角が削れていて、ちょっと大きなあの公共空間ができているんですけど、まあ、そういうちょっとした公共空間がこうつながっていって増えていくと、この辺りの都市的な環境が良くなるんじゃないかということで、こういうデザインをしているんです。で、まあ、ここで、まあ、もうすぐあのオープニングということで、あの今ここで撮影こうしている状態ですけど、まあ、基本的にはあれですよね、あの建て替えるときにその容積率ってよく言われるのがありますけど、要は建物どれぐらいのボリューム建てていいですかっていうことを少し緩和したんですよね。でその緩和したときに、その代わりそのできるだけ公共的な空間を、まあ、いっぱい作ってくださいっていうことで、1階前のオープンスペースをいっぱい作ったりとか、地下鉄にも抜ける場所を作ったりとか、多分この辺りもある程度パブリックな2階のスペースまでパブリックな空間ってことだと思うんですけど、そういうちょっと何て言いますか、あの、まあ、開発側としてはそのより大きな建物が建てられるので、まあ、その分収益が見込めるけど、その分、まあ、公共にきちんと提供してくださいねっていう、そういう考え方ですよね。まああれですよね、こう大きな建物ができてきたときに、やっぱりどうヒューマンスケールの街を保つかっていうことが多分すごく重要で、経済の原理だけで言うと、多分あそこはもうまっすぐ端っこまで建てたはずなんですよ。でそれをやっぱりヒューマンスケールに開放する、多分だんだんもそういう意味があると思うんですけど、 その辺がやっぱりこのメッセージなんでしょうね。まあ、あとこう働く環境ってすごく変わり始めているじゃないですか、うん、なのでこういう、まあ、大きなこう平面を持ったオフィスってなかなか福岡にはなくて、でそういうところでこう新しいこう福岡初の企業が生まれてきたり、あるいは東京、あるいは国際的にここに集まってくれたり、またここが交流の場になるって思うんですね。だからこういうものが増えていくと、どん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 交流が増えて、またそこから新しいアイデアであったり、新しい人であったり企業が生まれてくると思うので、まあ、そういう場として捉えたいですね、その